ビバン第7話考察です。今回の考察はですね、桜井が裏切り者なのではないのかということで考察していきたいと思います。一つの仮説があります。その前に別の可能性も少し考えてみたいところですので、そちらも考察しました。気になるシーンがあります。乃木と残るの合言葉での会話シーンですね。クロスがですね、あれが合言葉だとなんでって聞いてるんですね、乃木に。そしたらね、このように乃木が答えてるんですね。一通だけゴミ箱に消去されたメールがあった、確認しておいてよかったよと、このように乃木言うんですよ。これどういうことかって考えてみたんですが、誰かがメールを消去したということですよね。ということは別班に裏切り者がいるのではないのかと。例えばですよ、乃木が撃った別班のうちクロスは生きていますよね。そしてクロス以外残り4人の別班なのですが、高田と和田と熊谷と広瀬です。でメールを消去した人間、裏切り者だけ殺したのかと。で裏切り者じゃない別班は生きているんじゃないのかと。要するに乃木が撃った別班はですね、裏切り者以外は生きてると。例えば肩のあたりを撃たれて生きてると、乃木は殺さないようにちゃんと狙って撃ったんじゃないのかと、このようにも考えることはできますよね。で誰が消去したかっていうので、別班内部に裏切り者がいるとしたら、乃木と行動を共にしている人間の中にいるかもしれない。あるいはメールを消去したのは桜井司令かもしれない、このようにも考えられますよね。こういう考察もできるのではないでしょうか。私が考えた一つの仮説があります。桜井が裏切り者という仮説で考察していこうと思います。桜井が裏切り者なのではないかと私は思いました。桜井司令が裏切っていて、桜井の策略だと、メールを消去したのは。暗号が言えず、乃木たちはノコルに殺される予定だったんですね、桜井の予定では。桜井とノコルはつながっていたんですね。ノコルのセリフで、大丈夫、手は打ってますと、このセリフはですね、桜井とつながってるという意味だったんですね。手は打ってますというのは桜井の裏切りのことだったと。ところがですね、乃木が桜井の裏切りに気づきます。でこのままだと別班のメンバーが皆殺しになってしまうということで、他の別班のメンバーを生かすために射殺したように見せかけたんですね。殺されるよりはマシでしょ、だからです。で結局クロスは生きていて、他の別班のメンバー4人も急所を外して撃ったと。そしてですね、予定通りにならなかったから驚く桜井司令、司令部にいる別班メンバーに、皆さんこの件は他言無用ですと部屋を出ていくんですね。で乃木はですね、野崎に連絡してあるんですね、別班のメンバーを死んだことにして助けてほしいと。これがね、野崎に連絡が入るシーンだと。このような流れではなかったのでしょうか。アンケート結果とコメント返しです。まずですね、ドラムは裏切り者だと思いますかとアンケートを取ったらですね、裏切らないの方が多かったですね。裏切る 32%、 裏切らない 68% と、このような結果となりましたね。ドラムは信じたいという視聴者さんの方が多いと
いうことでございますね。コメント紹介です。別班の撃たれた4人が生きているかどうかに関するコメントです。4人は死んでいないと思います。なぜなら乃木が自分の父親に会って親子愛を確かめたいという私的な理由で仲間の命を奪ったならば、主人公が身勝手すぎてテレビドラマとして成立しないからです。それだと乃木がその後どのような愛を成就させたとしても視聴者の共感が得られないし、山本を処刑した理由とも完全に矛盾してしまいます、とコメントありがとうございました。その通りですね。次のコメントです。緑子さんが裏切り者なんじゃないかな。最初のミッションインポッシブルみたいに内部に裏切り者がいるパターンに乃木が気づいたかということで、こちらのコメントは私の考察と同じで、桜井司令官が裏切り者なのではないかというコメントでした。次のコメントです。潜入したいが殺さないで外した父親に会いたいため相手を出し抜くということで、こちらのコメントもですね、4人は生きてると。次のコメント、実弾かどうかはわからないけど、以前アリの家族がいるホテルの部屋に侵入した際は頭を撃ち抜いていたから何か意味のある違いとは思います、と。そうですね、今回乃木が撃ったのは頭ではなかったですね。別班のメンバーを撃ったのは頭ではなく肩の辺、胸の辺のように見えましたので、急所を外して撃ったのかと。で、頭や顔を狙ったら死んでしまいますからね、生かしておくには体を狙うということになりますね。次のコメントです。桜井と公安上層部がつながっていて、もともと乃木が消される予定だった、それを察知した乃木が先に仕掛けて普通に父親に会いたいのも込みで一旦裏切った、あるいは日本の闇に対抗するために桜井が乃木に二重スパイをさせた、野崎にもその協力をするよう仕向けた、日本の闇に乃木が殺されそうなところをノゴーン・ベキが助けて相打ちになって死ねば完全にスターウォーズ、テロも防がれ乃木の敵もいなくなる、その後野崎たちにも助けられて乃木は別班を辞めて平穏な暮らしを手に入れると、まあ、このような、ね、考察なんですけど、そうですね、大いに可能性ある考察だと思いました。このコメントはジャミーンに関する考察です。野崎が病院に行った際のジャミーンの様子が気になる、あまり嬉しそうじゃない感じ、ジャミーンのいい人かどうか見極められる能力の伏線が最後効いてくるとかある、野崎ラスボス説を考えてしまう、ということで、野崎が来た時はずっと下を向いてて、乃木が来たら笑顔で上を向いているのがあからさますぎて気になっちゃいました、などのコメントもありました。ただまあ野崎とジャミーンが会話するのは初めてだったというのもあったのかもしれませんね。別班メンバーが撃たれた箇所はほとんど鎖骨の下あたり、警察が駆けつけることも仕組んでいたと思われる、乃木に仕掛けた GPS が途中で再発信ので救助を見込めば十分助かる、撃たれた別班メンバーが全員生きていることを祈ると。そうですね、この考察正しいんじゃないでしょうかね。乃木が本当に裏切ってたらお話が超つまらなくなるけど、かといって選び抜かれた国防の組織から敵側に寝返るやつが4人もいたってなったら日本アホすぎって話になる、撃たれることも全員があらかじめ承知の上の作戦だったということであってほしいと。まあそうですね、その通りですね。やはり乃木がですね、わざと急所を外して撃ったというね、考察が多いですよね。野崎が早く来るように乃木が仕込んでいたことからも別班のメンバーは死んでいないはずと、このようにね、コメントたくさんいただきありがとうございました。今回の考察いかがだったでしょうか。桜井が裏切り者という考察で辻褄の合う部分も多いと思います。まあ、あくまでもですね、
こういう可能性があるとドラマを楽しむ考察ですので、いろんな考察を楽しみましょう。何かご意見ありましたらコメント欄でコメントください。コメントお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。